スノーマン目黒蓮、娘と抱き合い涙、視聴者も涙腺崩壊、メメの涙は綺麗だなぁ、主演連ドラ、海の始まり、で。第3話では、夏が恋人の弥生、有村架純さん、と共に南雲家を訪れる。二人は海を連れて、水木、古川琴音さんが生前に働いていた図書館に向かい、そこで角、池松壮介さんと会う。その後、夏は、水木を亡くしてからも気丈に振る舞う海を心配し、元気なふりをしなくていいと悲しみの感情を吐き出させる。海はハンカチを差し出す弥生の手をすり抜け、夏にしがみついて号泣。夏は海を初めて抱きしめると静かに涙を流した。SNS では、弥生や茜は海のことを子供扱いして腫れ物を触るかのように扱うけれど、夏は海と人として接していて信頼関係を深めた気がする。あの涙とハグから、夏くんの表情が明らかに変わった気がする。やっぱりめめ目黒さんの愛称の涙は綺麗だなぁとというコメントが並んだ。